西武の清原、今シーズン一番注目を集めた23歳の1億円プレーヤーが開幕戦で成し遂げた史上初、その後のダイスランプなどこの時は思いもよりませんでした。まあ今日シーズン終わってくれたらねいいんですけど、まだあと129試合もありますからね、まだどう転ぶか分かんないし。ドクター K は今年も健在、近鉄ノーも開幕から6試合でこの史上初を記録しました。しかしその間2勝4敗、この日も完投負けで苦い達成となりました。すぐ右や、12球団で2桁連敗がないのは阪神だけ、低迷阪神が誇る唯一の記録でした。しかし6月13日ついに初めての10連敗、伝統はけなく崩れました。こちらも低迷の続く藤田巨人、とはいえ阪神とは次元が違います。5月29日に背負った借金1は藤田監督が味わう初めての屈辱でした。一方ダイエーの田淵監督、6月15日に悲願の貯金1を使います。これはダイエーとしても史上初の貯金でした。